夢ラジオ第5647回今日は令和5年10月26日木曜日です時刻は午前11時横浜港北あと1時間したら正午になるそんな午前中です今日はお天気で私も午後には緑道を走りに行く予定をしていますリスナーの皆さん 木曜の朝いかがお過ごしでしょうかセンター北の観覧車も朝日を受けてキラキラしていますねお昼が近くなってくると毎日お天気が良ければこの季節センター北の観覧車がキラキラゴンドラが一つ一つ輝きますさてイメラジオ今回は百田直樹 橋本徹の二回論争こんなタイトルです飛鳥新社から百田さんがお出しになった橋本徹の研究その第六章親中派大物議員を高く評価この章からですこの章に関しては私は百田さんに賛成ですね もう二階さんは中国とズブズブ日本を売り渡すようなそんな政治家ですよただし地元和歌山では絶大な支持と人気中国とのパイプもあることから和歌山の動物園にはパンダが何頭もいるアドベンチャーワールドかなんかそんなところですね さてこの二階利弘さんをめぐって百田直樹と橋本徹が、まあ、どんな意見の違いがあるのかツイッターでバトルをお二人が <laughs> 繰り広げていて、まあ、面白いといえば面白いけど、まあ、途中からだんだんとなんか悪口みたいになってますよね百田さんの言葉 橋本徹氏と私がも,もめるときはどういうわけかいつも中国が何かの形で絡んできます。うん。橋本さんの陰にいるのはあるいは日本維新の会の陰にいるのは百田さん続けて2020年にも二階俊弘幹事長当時のことで私は橋本氏と激しく論争を繰り広げたことがあります。今から3年前ですね この時もやはり中国の問題が背景にありました橋本さんの言葉こういう状況だからこそ二階幹事長のようなある意味憎まれ役中国とあれだけ付き合いをやっていたら今の日本の状況ではものすごいバッシングを食らうけどああいう政治家も増やさなきゃいけないと思うんですよこれに対して私がつまり百田がいささか品のないツイートをしましたそれがこれです二階からおいしい餌でも投げられたか 世界が中国と対決しようとしている中裏切り者・売国土の二階を持ち上げる真意はどこにそれとも中国から援護するように指令でも受けたのか2020年7月26日のツイートですね3年前か。百田さん。 確かに口の悪いツイートであることは認めますが日本や世界が中国の応募に対して怒りの声を上げているまさにその時に「真鍮と噂に高い二階幹事長を評価しろ」という橋本氏の発言に腹が立ったのも事実です。そそれは本当にその通りですると橋本氏はツイッターで怒りを爆発させました餌などもらってるわけないやろボケ <laughs> 空想の世界だけで生きてるおっさんに現実の政治戦略など分からへんねやろ。 橋本さん続けて自分たちの力をわきまえず一斉よく吠えるだけの連中によって一般の国民がとんでもない不幸を被ったのが日本の近現代史まあそれはそうですよねあのそ,そうなんですよ戦前から戦中にかけてあのとんでもない声だけでかい陸軍軍人に引きずられてそれで政治家もひょいひょいっと乗っていって一般国民が大迷惑を被った、うん、それは橋本さんここで言ってることは正しいんですよ。 政治なんて表と裏あの手この手でずる賢くやるもの俺の真意がわからんものは一から近現代史を勉強し直せってまた上から目線で命令,命令文言ってますよね橋本さん。 橋本さん続けて、しかし、こういうおっさんが、つまり百田さんのことでしょうね、こういうおっさんが一番立ちが悪い、自分の小説がマスメディアに取り上げられないから、橋本さんのツイッターで告知してほしいとか、せっこいことを言っておいて、世間向けには威勢よく吠える、それで俺が餌をもらっただと、ふざけんじゃねえよ。百田さん続けて、よほど痛いところをつかれたのか、わずか8分の間に3連投。 ちなみに3つ目の「自分の小説がマスメディアに取り上げられないから橋本さんのツイッターで告知してほしい」とかせっかいこと言っておいてというのは以前私が橋本氏と仲良かった頃ツイッターでたまたま私の本の話題になった時にもし読んで面白かったならツイッターでつぶやいてほしいと言ったものにすぎません」もちろん橋本氏は前向きに考えますと好意的なリアクションをしてくれ2016年6月には百田直樹氏の「カエルの楽園は必読だ」とツイートしてくれたこともあります。 そんな風に信仰ある者同士が普通に交わしていたやり取りを後になってまるで裏工作で私がせこいお願いをしたかのような書き方をするのは実にずるくて卑怯なやり方で面白いで、ね、私は別にダイレクトメールトでお願いしたわけではなくみんなが見てていいるツイッター上で普通にやり取り取していましまたさすがにここまで言われると私も当然怒ります。ね、百田さんも当然怒りますそこで翌日 私はは百田は次のようなツイートをしツイートをしましたこのご時世中国を擁護したり中国と仲良くすべきなんていう政治家学者文化人コメンテーターたちは中国から餌をもらった純工作員と見て間違いない工作員でなければただのバカ <laughs> も,うもうむちゃくちゃ <laughs> 面白いこと言ってるよ、ね、でで百田さん続けて世間の人が思っている以上に中国の工作は浸透してるこの辺は本当その通りなんだよね本当その通りなんだよあの中国の工作員ばっかりなんだ 百田さん言う通りですよ。ただ、なんか、ただのバカって、まあ、ちょっと。政治家だけでなく、新聞社やテレビ局の幹部が中国に行っても、工作を仕掛けてきます。中国行ってから、途端に中国批判しない人物は多いです。 ただ厄介なのは金も女ももらっていないのに中国の日本語をする馬鹿もかなりいることです。すると橋本氏は早速 Twitter で私の悪口を書いてきました。中国の隣になり軍も核兵器も持たない日本は二階,階さんのような政治家を持っておくことも必要。自民党にも野党にも次世代で二階さんみたいになれる国会議員がいないことが不安。威勢だけがいい百田のおっさんなんか気にするな。 橋本さん続けて軍事力もなく核兵器もない島国日本が中国と激しくやり合うには二階さんのような政治家を持っておくことも国家の安全保障の一つでしょう。その上で日本は自由主義と民主主義の体制を守るために中国と対峙をすべきです、うん、だから橋本さんも中国とは対決はしなきゃいけないけどパイプは持っとかなきゃいけないっていうふうに橋本さん言ってるわけだね。それはそうなんだけどね橋本さん言ってるのはパイプがないとね行くとこまで行っちゃうんですよ。例えば日米なんかも あの大東亜戦争の時にパイプがさえあったらねあのルーズベルトまで直で行けるようなそれがあったら防げる可能性十分あったんだけどもう外交の不手際の連続であの満州事変そしてあの国連からの脱退そしてあのドイツとの接近みたいなね三国同盟の樹立みたいなだからアメリカとのパイプがもう外交的に切れていたのでいくらこの絵がね あの和平のためにルーズベルトと会談するんだったらホノルルでもハシントンワシントンでもどこでも行くって言っても実現しない春に目的のない会談を応じられないってひょいと言われて終わりだっただからまあパイプはいるんだけどただ二階さんがやってることはもうむちゃくちゃなのであのもう中国に兵庫らする中国に日本蹂躙されるそこを橋本さんがどう思ってんだろう バイプはいるんだけど中国人に日本の土地なんんか買わしちゃいけませんよ橋本さんどう思ってなるねそれを。であの百田さんがねアメリカが中国との対決路線を明確に打ち出し二階を親中派であると指摘した今そうそうアメリカもね二階さんとか公明って公明党ってあのやばい人たちだっていうふうに発表したんですよ実は。 あの時ねで突然橋本徹がテレビや Twitter で二階を擁護する理由は何なのか自国民の人権を無視し中国でね中国でもうチベット人ウイグル人南モンゴル人その人権を無視しチベットとウイグルで虐殺を繰り返す中国を糾弾し親中派の二階を非難する私を橋本が必要に攻撃する理由は何なのか。うん でそれに対して橋本さんは「喧嘩するならまずは体制を作ってから」という姿勢で僕は政治をやってきましたので「その上で」という思考になってしまうんですよね。いいずれにせよこういうこううとはであの百田さんも「橋本氏は中国言語に必死やね」「よほど中国からいい待遇を受けたかバカなのかどっちかやね」 2020年9月15日すると橋本氏は反論ツイートを連投百田のおっさんがい,い, <laughs> いよいよ危ないあの文脈も理解できなくなったようだ一国一票の世界で中国に圧力をかけるのは難しくなったましてや百田のおっさんのように日本国内で異性にいことを言っても中国には何の効果もないやるならトランプのやり方しかない日本にそこまでの覚悟があるのか僕の主張を理解できなかったようだこれはバカなのか最近は百田さん 面白い作品が描けなくなって世間にも相手にされずこれくらいのことで自分をアピールするしかないのかどっちかやね「しまった相手にしてもた」。百田さんはね「面白いのは橋本氏の最後の一言です」「しまった相手にしてしもた」いや私は百田はね何も相手にしてくれと頼んだわけではないし橋本氏自身が百田を相手にしないと宣言したわけでもないのになぜこんなこと言うのか意味不明です。 しかし実はこのセリフには深い意味があるのです。というのは橋本氏は二階議員の日中関係における日本への功績を教えてくれという私の質問には1ヶ月半ずっと無視を決め込んでいたのですつまり質問にに答ええななないいいいのは百田ど眼中にないとというススタンスを取っていたと考えられます彼の多くのフォロワーが抱く「橋本さん何んで百田の質問に答えないんですか?」という疑問に対して「答えないんではなくて百田のツイートなんか相手にしていない」というポーズをとることで「質問に答えない」という姿勢を貫いていたのでしょう。 橋本さんがついに答えた。まず百田さんがね百田さんが「橋本氏が私に対して異様な憎悪で人格攻撃ともいえる暴言を吐くのは前に靖国論争で完膚なきまでにやられたのと心中べったりの姿勢を批判されたことがどうも我慢ならないんだろうどうやら私は彼のプライドの一番痛いところを突いたらしい」すると橋本さんが「百田のおっさんは数時間前の自分の言葉すら覚えられないほど危機的な状況や」 俺は自分から百田のおっさんを攻撃することはない。おっさんから言われたことをそのまま返してるだけ百田のおっさんよまずは自分の生えた言葉を確認せえや足元さん続けて何で俺が百田のおっさんの質問に直接答えなあかんの100万年早いわ <laughs> 続けて。 橋本さんですよ。自分の考えとは違う考えを絶対に認めないそのような考えのものを徹底的に罵倒するこういう百田のおっさんのような輩が日本という国をダメにする俺は言われた時にだけ百倍返しする自分と異なる意見の存在はとりあえず認めるというのが日本の国のルールだ百田のおっさんしっかり勉強しろよな。 橋本さん続けてしゃないから答えてやるけどつながりを持っておくことこそが二、まあ、階さんみたいにねつながりを持っておくことこそが外交安全保障の基礎や知り合いの政治家にでも聞いてみしょうもない歴史の本書く暇あったら日本の外交安全保障の歴史をもう一つ勉強しとけ。で百田さん皆さん私の落胆がお分かりになるでしょうか私はは二階議員のの日中間の功績は何ですかという質問を投げかけて1か月半も待って返ってきた答えが。 これだったのですそこに書かれてあることは外交の一般論に過ぎず二階議員の功績はおろか彼の存在の意味さえ言及されていなかったのでまあ橋本さんが言ってるパイプは持っとかなきゃいけないっていのは鈴木宗男も ロシアに関して言ってるよね。ロシアとのパイプはあの持っておかなきゃいけない。その通りなんですよ。さっきも言ったあの大東亜戦争の時、日米の外交のパイプが切れていたから最悪のとこまで行っちゃったんです。だから喧嘩しそうになったり悪くなっても、そこで水面下で向こうの人と話ができる、そういう人物を持っておかなきゃいけない。つまり有力な政治家でね。 ただし中国が今日本で仕掛けているもう間接侵略どう思ってんのとロシアはねロシアが日本に間接侵略仕掛けてるあの雰囲気ないのでいいんだけど鈴木宗男さんみたいな人いてもだけど中国は日本にむちゃくちゃやってきてるのでそして日本のまあ悪口をもう中国国内で散々やってるわけですよ国を挙げてもう中国は反日国家なんです。ロシシアなんかまだ,まだ全然マシですよ ロシアの日本に対するあのイメージっていうのはだからあの本当に敵国なので中国はでそこと、ね、水面下でバシバシやり合ってそれであの日本の言うべきこともちゃんと言ってそれであの毅然としてならともかくもう二階さんのやってることは中国を非難できないと世界の先進国がやってるのにそんなことばっかりなんだよね。 中国国内の人権弾圧とかもう筆舌に尽くしがたいあの民族浄化とかやってんですよあのお隣の中国であの日本のお隣のすぐそこでもうあのホロコーストみたいなことをねでそれ黙ってるわけですよそこをしっかりと指摘しながらそんなんじゃあの日本は付き合いませんとか言ってそれでもパイプって言うんならともかくもう二階さんはもう中国の言ってることそのままほいと。 持ってきてき中国に対する非難決議やめろとか、ね、中国人が日本で土地買うのをもっと買いやすいようにしろとかもう倍国土なんですよ。 まあ、あの中国の脅威っていうのが今の日本の外交そして社会問題のもう一番大きなものと言ってもいいと思います実は非常にあの危ないんですよあんな国がそばにいてでもう侵略しかけられてるっていうこと自体がでそのことを考えた時パイプが必要っていう一般的なあの、ね、それは認めますけど二階さんなんかとてもじゃないけど持ち上げられない。 自民党内の親中派公明党立憲民主党にもうようよい,よいるもうそういうのが日本の政治をダメにし日本の社会をダメにしていくんだなといつも思っていますだからこの点では橋本徹さんには全く同意できないというかもう百田頑張るぐらい言いたくなりますよね夢ラジオ今回は百田さんと橋本さんの論争を取り上げました。